最悪だ、何も見えねえ。だけどストレートのトップスピードでは13号車を上回っているはずだ。いけー、なんと3号車が水煙の煙幕から横っ飛びに抜け出した。ここで勝負をかける。さあどうだ。並びかけるも前に出ることはできない。一歩も及ばず、オーバーテイク失敗です。ミッドエンジンの NSX はトップスピードが伸びていましたね。簡単に行かせるもんか。こいつのトラクションを甘く見るなよ。3位集団の6台がゴール手前のヒルクライムを駆け上がっていく。